待ってます、あの人も待ってます。杉谷さん、おはようございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。いや、すみません、わざわざなんか来てもらっちゃって。1年ぶりぐらいですね、約。あ、本当ですか。ありがとうございます。うわー、すっごい素敵。なんか、うわ、内装変わったな。え、そうっすか、そうっすか。マジさ、もうまた。いやいやいや、僕は作ってないですよ。ちょっとこれもうインスタスポットじゃないですか、これ。ありがとうございます。ぜひ撮ってください。いいんですか、こう、はい、M です。ありがとうございます。M マーク、 M です。いやー、楽しみだな。早速ちょっとグラウンド行きましょう。グラウンドいいんですか。いいぞ、どうぞ。選手もトレーニングします。練習します。ああ、します、します。最近トレーニングしてるんですか。トレーニングします。はい、最近。まあ、やっぱ野球を終えてトレーニング、ちょっとどういうトレーニングしたらいいかちょっと分かんなくなってきてますよね。ああ、そうそう。なんかさっき言ったら結構胸のあたりが。そうなんですよ。でもちょっとあの、つい最近まで中国行って太ってしまいました。中国、あ、ちょっと言ってました。はい。見ました、見ました。いいんですか。ああ、どうぞ、行っちゃってください。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。わあ。誰もいないですね。練習してるって聞いて。いや、逃げられたっすね。わあ、やっぱいいな、野球場。いやー、気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいっすね。よかったら。え、いいんですか。はい、うわ、懐かしい。杉谷さんの一番マリンの思い出って言ったらどんなシーン。千葉マリンの思い出ですか。いやー、いいか、僕ホームランもここで打ってるんですよね。あー、でローキーからヒット打ったんですよね。そうですね、やっぱ一番の思い出、そこかな。佐々木投手から打ってたことが一番。ライト前。ライト前、はい、もうあのローキーって呼ばせてもらいますけど。はい、ローキーからライト前打った時、はい、ボールもらおうかと思いましたもんね。はい、いや本当に欲しかったんですよ。多分二度と打つことないだろうなと思ったんで。さすがにこうできないですよね。さすがにボールじゃない、ボールじゃないできなかったんで。思い出というよりかロッテのファンの方たちの声援っていうのが、ありがとうございます。すごいここあの印象に残ってます、はい、もちろん僕あの外野を守ることもあったので。あ、そっか。ライト行った時に、はい、あの他球団の人たちだったらおいとかいろいろこう声をかけていただけるんですけど、ロッテファンの方たちヒット打ってなんかタイムリー打ったりとかしたら拍手してくれるんですよ。はい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 。えって敵チームなのにって思いながら、はい、おーいっつって、いいぞ杉谷、そのまま頑張れとか。杉谷さんの感じじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。あ、監督来ました。ちょっと行ってください。よっしゃ。おだっ、お杉谷。ご無沙汰しております。よっしゃ、今日よろしく。さて、今日いろいろとよろしくお願いします。じゃあ、かっこよくてるやん。バシッと来させていただきました。杉谷さんの吉井さんの思い出はどんなんですか。吉井さんなんかすごい投手の、まあ、ファイターズの投手の方たちに寄り添ってる姿すごい見させてもらってて、よくなんか宮西さんとかと話してる姿がすごい印象的でしたね。宮っつって、お疲れっつってどやーとか言って、なんか冗談半分でこのもう一回行くかとか言って、いや行けないですよとか言いながら。それはすごい印象に残ってます。はい、次はあれか、私がちょうど2軍のコーチやってる時に入ってきたんだっけ。そうです、はい。なローボールヒッター、ローボールヒッターで低めは全部いけってずっと言ってたので、うん、杉谷さんに、はい、へー、言ってくれた。今はハイボールヒッターだよ。また分かんないですけど、それで引退を早めたという。いやいやいや、助言がまさかの。いやでも本当に低いのはいけいけっつって、ありがたいことです。すごいアドバイスいただきました。アドバイスしてない。杉谷頑張ったもんな。いやいや、本当に楽しかったです。ほんま、ファイターズ時代もね、今も見させてもらって楽しいですもんね。よかった。うわ、いっぱい選手出てきた。おはようございます。西村とか被ってるんですか。被ってますね。西村被ってますよ。ですよね。慎吾は。慎吾も被ってます。あ、そうですよね。慎吾は下っすよね。下です、はい。西村も僕も下なんで、僕見つけた瞬間に多分絶対走ってきますんで。あ、ちょっとそのシーンは楽しみです。おはようございます。もしですね、もしこれ歩いてきたらもうびっくりしますびっくりしますね。まあ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 歩いてます、ね、おい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 。走ってケニー。元気ですか。頑張ったね、本当にね。ありがとうございます。本当に良かったね。ありがとうございます、ケニーさん。いやもう、テイはね、ずっとすごい150、160キロお前は目指せるって、はい、ずっとファイターズ時代、はい、アップが後ろだったんですよ、僕の。で、いけるぞ、テイ、いけるぞ、テイって言ったら、しょっちゅう怪我してて、そしたらね、ロッテ行って、鼻開きましたね。鼻開いてね、なんだろう、あのこのマウントのこれ。あの、なんていうんですかね、自分のパワーポジション作るためのルーティン。もう気持ち悪い。えげつないこと言うんですよ。セカンドちょっと一緒にやってもらっていいですか。ちょっとこれどうやってるの。これは
僕はライン出したいんで、うん、こうライン作ってからこの胸郭を僕は2回ドドンってやってあげることによって、うん、あの胸郭を意識してくれるんで、そういう意味合いがあったの、はい、それで胸郭を使うイメージつけてサインを見て、で左足に乗っけたまんまグローブを前にセットして、セットに入る。なるほどね、はい、こうやって胸郭をこうやってやってトン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 、はい、で引いて左足に乗せながらサイン。あーなるほどね。なんでファイターズ時代やってるんだろう。でもあの去年の12月からそういうことを始めて、なるほどね、今までやったことないことを全部やってて、でまあいろいろキャンプでも試行錯誤してやってって、でもうちょっといろいろこうやってたらトレードができた。いやでもトレードがすごいさ、なんていうの、ポジティブなトレードだからいいよね、はい、なんかもうめっちゃ嬉しかったもん、ペンが。ずーっと無失点、はい、いつ取られるんだろうなと思ってたら全然取られないから、はい。だけどペンさん、ね、僕今ちょっと僕一個だけ恨んでることあるんです。なんだよお前恨んでる。これそれちょっと YouTube 見ましょう、はい、なんだよ。あの僕がトレードで行った瞬間連絡くれたのはいいですけど、浦和で会おうなってどういうこと。本当に失礼なやつだよね。失礼です。なトレード行ったばっかりのやつに浦和で会おうなはやらないです。ペン絶対あのあれだよね、インタビューでね、はい、ちょっと行くからなと、はい、どうぞ行くからと。いやどうぞ言ってないです、浦和行く、浦和でロッテ浦和球場ね、ひどいっす。それはひどいっすね。愛情じゃない、はい、ロッテ、ね、結局あのご飯行こう行こうって全然行けなかったもんね。全然連絡くれないっす。謝ってください、謝ってください。ペンごめんね。やばい。あー懐かしい。元気そうでよかったですね。いやこっちのセリフだよ。え、西村なんて呼んでんの、杉谷のこと。ケンさんかケニーか。ケニー、ケニーって言われてたんすか。ケニー、そうです、ケニー。ワッツアップケニーって。結構あの後輩たちケニーって。あ、そうなんですね、はい、へー。人はこう結果が出るとこうなんていうの、雰囲気が出てくるもんだね。本当ですか。やっぱいいよ、はい、ありがとうございます。まだまだすごくなって。いや本当だよ、まだまだで、はい、これを続けていかないといけない。だって言ってたじゃん、40セーブできる、50セーブできるっていう話してたのに、はい、全然響いてなかったもんね。いや響いてましたよ。いや響いてなかったよ。響いてましたよ。お前155キロ、160キロ投げるぞっつって。だけどね、はい、樹脂取りで学んだんですけど、うん、あの阪神の方がいいと、うん、球速じゃないです。球速じゃない、はい、やっぱ強い球、回転のある球しか投げない。いいね、いいね、いいね。うわー、なんかもう気持ち悪い。えぐ、野球すげえ好きになってんじゃん、気持ち悪い。野球はすごい好きですよ、昔から。ケンさんと一緒です。エース。いや、違います。よろしくお願いします。今日はお疲れ様です。あー、強い相変わらず。強いね。ただやっぱやってますね。え、黒木さん胸板すごいです。ちょっとトレーニングは、はい、うん、まだまだなんです。まだまだね。朝いつもジョニーさん、いつも朝トレーニングめちゃくちゃしてたんですよ。あ、ファイターズの時もめちゃくちゃしてました。だからもうそれにキャンプ行くとパッて行って、僕らも先に絶対ジョニーさんいるんで、うん、黒木さんだいぶやってますねっつったら、すげえだろっつって言って。誰よりもやってたな。やってました、はい。監督もやってたもんね。監督もやってましたね、朝来て、はい。そう手またね。はい、ありがとうね、ごめん。ジョニーさん、またよろしくお願いします。あれ、インスタ、あれしてくれてるじゃん、フォローしてくれてるじゃん。ありがとうございます。いつもお見させていただいてます。はい、あんまり俺、いいねしない。取得出ちゃう。ありがとうございます。もしもないです、グローブ。これは、ケンシさんからいただいたグローブです。そう、持ったの？はい、結構前に、内足を持ってなかった時に、ケンシさんにくださいって言ったら、ああ、札幌の合宿所にあるグローブ1個取っていいよって言われて。もらいました。それ大事に持ってたんだけど、これも、はい、ずっと大事に持ってます。でノックときとか使うってこと？たまに。へー、はい、やっぱりケンシさんの名前入ってるの大事なんで、そんなそかなかなか使えなかったんです。いけよ、杉谷さん。ケニー。僕の練習。あ、ほんとだ。わ、懐かしい。これあれじゃん、俺のロッカーからかっぱらったやつじゃん。いや、かっぱらったやつ取っていいよってあげるって言ってくれたやつですよ。めっちゃ懐かしい。うわ、でもこの皮いいね、やっぱりね、はい、今日使ったばっかりなんで、うん、あの使ってのアピールして、ゆもみちゃんとしたらクリーンに磨いてやったんで大丈夫です。めちゃくちゃ綺麗、もう懐かしい。じゃあもちろんあれだけど、杉谷の YouTube のグラムショップさんと見てくれて、もちろんあのまだ見てないですけど興味あるんでちゃんとお気にあのやってるです。いや、多分それ見てもう一回グラム使うってなった時により一層野球への負荷がはまっていくと思う。でもまだ見てないのも信じられないんで、いや、
この野郎家に。あ、懐かしいな、ロッカーからグラブなくなったと思ったのに。僕ちゃんと LINE はしてましたよ、その時。あれ、既読だった既読だって、あ、持ってっていいよって、写真これですかって言ったら、うん、それそれって言ってくれたのに。なんだよ、もう俺使おうと思ったらないんだもん、あれって思ったら、天が急に、あれ俺のグラブ、あいつ買っ払ったな、あの野郎って。買ってないです。ちゃんといただいたやつです。いや、嬉しい。嬉しいっすね、これ。いいっすね。いいエピソードでした、すごい。あの、杉谷さんの優しさが伝わる。うわ。でも大事に使ってくれてる天も天よね。確かにね。だって2018年のグローブですからね、これ。だから19年度使ってたやつか。5年前だ。ちょっと、こっち来て打ち合わせしたいことあって。あ、びっくりしたびっくりしたおはようございます。ご無沙汰しております。杉さん、あのマリーの一番の思い出なんだっけ。いや、一番の思い出、あの佐々木投手からヒット打ったことが一番。ありがとうございます。いただきました。ごちそうさまです。びっくりした。映画どうだったんですか。もう泣きましたよ。もう何回泣いたか、うん、僕もなんか出演させていただいたみたいで。あ、はい、どのシーンが一番泣けたんですか。一番泣いたシーン、はい、あのやっぱ佐々木投手がね、うん、あの投げ終わってベンチ裏帰ってた時、あの時に、はい、この若さで日本代表、はい、日の丸を背負って戦ってるのがもうその責任の重さっていうのがあるんだなと思いながら、うわーと思ってずっと僕泣いてました。で、あとね、可愛かったなと思ったシーンあって、あ、なんで、あの正尚がホームラン打ったでしょ、はい、その時に帽子を投げしてたんですよ。でその時に、あ、こんな感情爆発させるんだと思ってすごい見てたのよ。であのベンチ裏帰ってさ、もうみんなにこうやってトントンされてて、うわ、いいな、これ野球だよねって。栗山さんみたいなこと言っちゃう。いや、僕もごめんなさい、栗山さんっぽいなと思って。野球だよねって。あれ意識してんのかなと思って。いや、本当にね、今栗山さんかと思って。栗山さんみたいなこと、野球だよねって。物真似してるかと思ったよ。ミスさん、ローキがあんなね姿見せてくるのはねって。いいよね、野球っていいよねって。怒られる、絶対これ使わないでください。いや、これはもう使いますよ。これはもう使うシーンです。僕、セブさんの杉谷さんのインタビューどうでした。はい、なんか真面目になってました。ちょっと真面目だったよね。もう少しなんか武士がなかったよね。残念。ちょっと残念だったな、杉谷武士が。残念だったね。いや、本当に今日お疲れ様でした。すいません、ゆうたありがとうございました。なんか楽しい時間ね。え、もうやっぱこうロッテの方たち、はい、マリーンズの方たちがもう温かくて、ありがとうございます。幸せな気持ちですわ。そう言っていただけるとありがとうございます。はい、声大きい、大にして言いたい。ありがとうございます。ありがとう千葉ロッテマリーンズ。ありがとうございます。そう言っていただけると、はい、また来たいですね。やっぱりこうグラウンドに来て改めてこう身も引き締まる思いというか、そうそう、で選手たちとまた、吉井さんといろいろ話させていただいて、はい、やっぱりこうまた来たいなと思いましたし、はい、2月石垣島キャンプさらに追っかけたい。うん、野球大好きだ。天はどうですか。はい、天はどうでした。あ、天はね、相変わらずずっとこうやって。ここ今日からこっち広いです。そういえばいいやつ、いいやつなんで本当よろしくお願いします。今日岡選手と石川慎吾選手がちょっといなかったのが残念だったんですけど、いやーね、ヒロミもね、慎吾も会いたかったですけども、それもしょうがなかったので、またね、マリーンズともとも野球界を盛り上げられたらいいなと思いますので、ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。